人生変わったなっていうふうに思いはしますか、はい、変わったと思いますえ今回はアフリカ行ったら人生変わる説を検証ということでお話をしていきたいと思います当社アフリカノートはですねルワンダでスタディーツアースタートというプログラムを開催しておりますこちらも えっと、2018年からやっているのでだいたい5年ぐらい、まあ、コロナ禍で、ね、2年半ぐらいか3年ぐらいはできていなかったんですが5年ぐらいやっているプログラムとなっていますそのスタートに参加してくれた方ももう50名以上になってきているのでそろそろね例えば学生だった人が社会人になったりとかいろんな変化が起きてきている頃かなと思いました。 それでその参加者の方々がどんなふうに変化をしているかというところを知りたいなと思ったので、えー、このようなイベントを立ち上げてみました。初回のゲストとなるのがナンバーまおいさんですね。5年半前に 大学院生の時ににススタタディーーツアースタートに参加をししてくれましたで当時ね20代前半だった南波くんももうアラサーになって29歳で現在は HR 業界で営業をやっているということで今回はこの南波くんに実際ねアフリカに行ったら人生が変わるなんていう人とかもいますがそれって本当なのかどうかとかというところをねお話を伺っていきたいと思っております。 もう大学に入ったときは、最初から世界史の先生になりたいっていう目標があったのかなそうです、ありました。うんうん、世界史は高3ですね。ちょっと掘ると,、えー、と、学校の先生になりたいと思ったのが小学校6年生ぐらい、うんうん、まあ、恩師ですね、先生に憧れて先生になってみたいなって思い始め、社会の先生になりたいなって思ったのが高校生だったと思います。 それは単純に得意だったのと、うん、あとは面白かったっていうことで。はい、で、世界史を選んだのも、結局、大学受験の時の選択科目は僕、世界史だったので、うんあの、世界史しようかなっていうところで。大学卒業して、そこから先生になるじゃなくて、大学院に。ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、2つ理由はあるんですけれども、うん、教員免許状っていうのが理由で、 もともと大卒だと,、えー、と教員免許所手に入るんですけど引率になると簡単に言うとゴールド免許みたいな形で教員免許に箔がつくんですよ。うんうん、でそうなると何になるかでいくとあれですねよりその専門的に勉強した証拠っていう形で箔がつくので例えば、えー、と私立の学校とか新、えーまあ、学校とかに、えー、と入りやすくなったり。 なんで僕はあの母校というか私立の先生になりたいと当時は思ってたのでまあその手段としてそのなんで専修免許庁っていうんですけどがえとあったらいいなっていう思いもあってじゃあもうちょっと世界史勉強しようかということで大学院を選んだとあとシンプルにですねあの迷ってたというか <laughs> どうやって生きようかねみたいなのも迷いつつそうですねちょっとあの考える時間というところも含めて ちゃんとあの両親にも相談させてもらってにはなるんですけれども、選びました。うんうん、えーあ、迷いはあったんだね、なんかずっと先生に向かって突き進んでる感じに聞こえてたけど。うんまあ、そもそも実は、教員に本当になろうかどうかっていうのも、大学4年生の就活をみんなが始めたときに悩んだっていうのが一個あったりとか、あとは、えっと、公立の先生になるか、私立の先生になるかとか。 大学院行行くかかかかないともうんうんうんそっかそっかまず先生になるかならないかもあるし先生になったとしてもその中でもいろんな選択肢があるからねそうなんですよね大学院に入ってそこで1年間休学をするっていうのは世界一周をするために休学を取ったんですかそうです結局こののカンボジアにに出かかけた時からですねもう強烈にその 旅をすることっていうか旅行をすることに惹かれてしまいましてうん、うん、徐々にそれこそ世界一周している人のインスタのアカウントとかツイッターのアカウントとかを見るようになったのも大学二年生の後期かぐらいからだったんですけどでもその大学院進学をすると決めた時に、えーとですね、もうやっぱりやりたすぎるので、まあ、どうせ大学院行って2年間人と違うことするんだったらもう 夢叶えちゃおうっていうふうに、ある意味決めきっちゃってですね、でそれでもうん、なんで大学院入学する段階からも教授には、あのちょっと1年間休学させてほしいっていう相談は実はしてました。そうか、そこで世界一周は、なんかざっくりどんなルートで、うん、えっとですね、基本は西回り、アジアからきれいに西に回ったってわけではないんですけど、えっと、えー、とヨーロッパとかアジア、アフリカ、南米を6か月かな、かけて。 回っててくるっていうで、したでその中で、あのルワンダに立ち寄って、うん、スタディーツアースタートに参加してくれたと、うん、結構レアな、ほとんど、やっぱりね、<laughs> 日本僕、主催者側としても、日本から来る人を想定して作ったら、なんか世界一の途中なんですけど、<laughs> 参加していいですかみたいな連絡をもらって、当時は結構驚いた記憶がありますが。はいはい、<laughs> 確か 武田さんのアカウントを前々からちょっと見てたかなんかだったと記憶をしてますと。で、えっと、どっかの国にいたときに、そのスタートっていうツアーをやるぞっていう話を見つけたのと、あとですね、その中米さんっていう人を、あの僕があの旅するのいいなって思ったきっかけを作ってくださった人なんですけど、なんかその人がどうやらなんか同じようなタイミングでルワンダに来るらしいみたいなのがなんか見てですね。 もうこれは行くしかないんじゃないのかっていうふうになんかもう思ってやっぱり良くも悪くも旅行ってあくまでアウトサイダーとしてその外物の視点で本当ただその通過するだけというか点々と見ていくだけだったのでなんかそのスタディツアーのその概要とか見てるとまあそのルワンダで働いてる人の仕事に触れるとか日本人に触れるとかってよりなんか深くその 国のことに関われるんだろうなっていう思いをその時持ったんですよねこれはちょっとやってみたいなっていう思いがあってもう勢いで申し込んだって感じです 今映してるのが、このさっきお話に出てた中込さんですね、世界とつながるダンス教室っていうので、はい、あのいろんな世界各国で、ね、ダンスを教えているような方なんですけど、はい、彼もね、ルワンダと結構ゆかりが深くて、ちょうどこのタイミングでルワンダに来てて、はいね、それで話聞いてもらってて、すごい印象的だったのが、この中込さんの話聞いてる時に、難波君が号泣してた記憶がすごいあって、なんかすごい感動してたよね。そう,ねそうでしたね。なんか 泣いいちゃいましたね <laughs> なんか理由わかんなかったんですけど泣泣いてしすっげー泣いててししすげまたよねでもそうそうその時も言ってたなんかどういう気持ちがこう溢れちゃったのかなみたいに聞いたんだけどいやなんかわかんないけどみたいなその時もあんまり理由わかんないみたいには言ってたんだけど、うん、まあいろいろその旅をしてきてやっぱりこう通過してくる国も多かった中でルワンダに 1>, 1週間ぐらいとどまって、うんで、憧れの人の話を対面でね、聞いて、うん、まあなんか今後どうやって生きていくかとかっていう話とかも、多分その時にしてたから、うん、そういうのでね、なんか感動してもらえたのかなという気がしてますね。うん、なぜ僕が教職過程を切ったかっていうところにもつながってまして、あれだったんですね、もう正直、このスタディツアーに参加してる時は、もう。 教員じゃなくねえかってなんかほぼ自分の中で答えがありつつあって思い返すとなんですけどなんかすごく今しゃべっていく中でなんかその時のことを思い出してきたんですがうん,、うん、なんか僕の生きたい人生を叶えるための手段として仕事を選んだ方がいいんだっていうふうに思うようにまあ旅中になっていってはい、はい、でただそれを教員っていう仕事を通じて実現できるか って考えた時にその当時はちょっと無理かもっていうふうに今じゃないかもって思ったんですようんただ僕は、えっと、教員になるために大学にも入ったし大学院にも出たし、うん、それこそやっぱ教職課程とったりとか、まあ、両親とかにもたくさんあの、ま、たサポートしてまた迷惑かけたところもあったし、まあ、アルバイトとかもずっと学校の先生とかやってきたしつまりなんだろうな,なんかこれまで えっと、そこを目指してきたこと、教員目指してたけれども、それじゃないんじゃないのっていうふうになった時の、なんかそう、これまでのプロセスって何だったのっていうのが、急に怖くなっちゃったときだったんですよね。うんうん、で、その時に、中込さんのお話を聞いていく中で、もうやるしかないなっていうふうに、なんか、ある意味、腹がくれたっていうかうん、うんで、その時になんかすごくそうですね、感極まって。 なんかっったなって泣ん。そうまさに今の話はね一番今日聞きたいなと思っていたところで、うん、ずっと先生になりたいと思ってた人が日本に帰ってきて、うん、まあ大学院に戻ってそして結果就職したのがここにも書いてる通り、うん、エンジャパンという人材系の <laughs> 会社なのでそこのき <laughs> っかけ転機は何だったんだろうなって思ったんですけど。はいうん 結果、まあその、さっき言ってた通り、先生だとその自分のやりたいことがちょっと実現できないかもしれないと思った、それって具体的にどういういことだったんですか、はい、大学院に特に入ってから、まあ、旅中も特にだったんですけど、思うようになったその価値観の1個があって、それがその自分の知らない人とか、ものとかこととか、素敵なそういうものに触れ続けたい、<ー>とか出会い続ける人生を送りたい。 でそ,うするそういう刺激と出会うことで、その自分自身がなんかもっと豊かになっていくんじゃないかっていうふうに思うようになったんですね。学校の先生ってあくまで構造上なんですけれども、その自分よりも年齢が下であり、えーとまあ、人生経験も基本的には短い、人たちに持っているものを基本的にギブする側面が強い仕事だなっていうふうに思ったんですね。でただももちろんん僕も理解をしてるのはそんな子供たちとか学生が くれることとか、学ばせてくれることって、たくさんあることは理解はしているんですけど、僕がその時に得たいものとか、こととか、経験とかが、えっ、ー、と、その若者からもらえるっていうよりかは、ちょっと違うんじゃないのっていうふうに思ったっていうのがあったんですよね。なるほど。いや、それはすごいよくわかります。この知らないものとかこととか、人と、まあ出会えるようなチャンスが多いところっていうと、確かに今のお仕事にもつながりそうな。 気はするそうですね。知らない人ものことと出会える仕事ってたくさんあると思うんですけど、なんで HR に絞ったかっていうプロセスもお話しできたらいいかと思ったんですけど、実は僕、最初マスコミを見てたんです。新聞記者とか、あとマガジンハウスっていうえっと会社、ブルータスとかポパイとか、雑誌を書いてるような会社のライターに最初なりたいと思ったんですね。うん 知らない物事、人と出会いに行け最前線に自分が立てるっていうただなんかちょっと腑に落ちなかったところがあってなんかそれが何なのかってなった時にその得た情報を世に対してどうやってその貢献していくかっていうその義務の仕方を考えた時にちょっと違和感あったんですようん、うん、でたどり着いたのが結局人材業会だったんですけど それが何だったかでいくと、人が良い仕事と出会えたらいいなっていうふうに思ったんですね。その仕事って、基本的に寝る以外の時間の大半をまあす使う、なんだろう、時間でもあるし、手段でもあるとは思ってて、ただ、その仕事がどん、本当、5万といろんな仕事があるっていうのは、旅をする中とか、アルバイトする中とかで見えて、本、ま、当、あ、ちっぽけですけど、見えてきたところがあって。 まあまあ、いろんな仕事があるけれども、よりその人にとってのベストなお仕事と、その人が出会えたら、きっとその人の人生豊かになるんじゃないかっていうふうに思ったんですね。で、そうなったときにあ、人材業界って結構いいんじゃないのっていうふうに思ったと。なぜなら、えっと、自分自身は、例えばですけど、2B で営業職としてあの、いろんな企業さんの、まあ、社長とか経営の人とかと会ったりすると、やっぱり自分の知らない人とかものとかこととかとたくさん出会えると。 だし、自分がギブできるものとすれば、新しい仕事とその出会えるその可能性とかっていうのをユーザーに対して提供できるっていうところがあって、これは人材だっていうふうになるほどで、それでもう今までずっと同じ会社で、はい、職もずっっと営業をやってるんですかはい職種だと営業ですね、<laughs> 基本的に経営とか、ここにも書いてる通り、人とか組織に関する悩みを抱えた人事経営者の人たちが相手。 でそのエンジャパンが開発しているそのプロダクトとかっていうのを提供して、その悩み解決しませんかっていうご提案をしに行く仕事ですね。ちょっとマネジメント職とかも経験したり、なで役職ですねとかも経験したりとか、そうですねちょっと企画っぽいこともやらせてもらったりみたいなことあったんですけど、基本はもうずっと営業職で従事してますうーんじゃあ、もうあの入社の時に描いてた自分がやりたいこととか、結構実現できてるっていう感じ ふ、はい、蓋開けてみたらそうなってたって感じですかね、もともとこの事業部に行きたいなっていうふうに思ってたところと、うん、実は配属になった事業部って違ったんです。はい、でただ、も、えー、ともと人材紹介的なことをやりたかったんですけど、どちらかっていうと、組織開発とか組織コンサルみたいなことをやる事業部の配属になったんですね。た、うん、ただ結果ととしてなんかかかそっっちの方が良いうかやっぱ 自分の知らない人ものことを知ってる人と出会えることとか企業と出会えるっていうのはすごく多かったので、なんだかんだいいとこ、なんか偶然ですけど、よかったなというふうに思ってますちょっと最後に、いえいえあの今日の、ね、テーマであるアフリカに行って人生変わったかどうかっていうところなんですけど、人生変わったなっていうふうに思いはしますか。はい、変わっ、たと思いますあこれあの、言わせてるみたいですけど。<laughs> いやそんなことはないそんなことないですよそれは特にやっぱりその先生になりたいっていうところから就職をこうした方がいいんじゃないかっていうところへの考え方の変化とかですか考え方の変化があったのがまあ旅行中うん、うん、で、えー、とじゃあそっちに、えー、と決めきるかっていうその腹をくくれたっていうのがやっぱり スタートの,あの期間だっったと思ってますなんかもうやるしかないなっていうか、うん、なんかもうその教員以外の生き方でもう行くかっていうふうに結局思い切れたのはこのスタート以降だったかなっていうふうに思ってますね。うんうんうん、ああ、それはやっぱりね、中込さんの話とかもあって、こう、ロールモデルとかね、うん、自分の憧れの人の話を聞いて、参考になるところも、うん、大きかったのかな。そうっすねあの、まあ、中さんに限らずやっぱ 武田さんもそうですし、飛鳥さんもそうですし、あと里香さんとかもそうですし、まあ今日来てますけど、清さんとかもそうですけど、やっぱりなんかいろんな自分の生き方をちゃんと持ってる人、芯を持って生きてる人っていうのがいて、じゃあ、お前どうすんだよ、ナンバーと、なんか自分に問いかけた時に、やっぱもうやるかっていうふうに思えたっていうのはあるかなと思ってます。うん,うん、うん ありがとうございます。今ちょっと話に出たので振ってみたいんですけど、清人さん出てこれますか <laughs> すいません、突然です。<laughs> 清人さんはあの第3期でね、南波君と同期でスタディーツアーに参加をしてくれていた方ですけども、大きさ出してます。<laughs> ご参加ありがとうございます。<laughs> 清人さんから見て、ええ、南波君の当時の印象とかってどうでしたとにかくフットワーク軽かったことだけは覚えてて。まあ、そっか。なんかルワンダに来るときにタンザニアから 来ててたたっっいうのが衝撃それこそ清田さんもあのレアな人材で確か世界どっか旅行してるときに同じようにルワンダに来てくれてましたよね。ドイツから来ましたね。あそっか、清田さんはドイツからだったからそのアフリカの中で移動してるっていうのがすごいなっていう感じだったんです、ね。<laughs> ああ、それもありますね。うすうんうん、いやありがとうございます。こうやってもう。 ね、5年ぶりぐらいあなりますけど、またちょっとね、引き続き仲良くしていただければとね、難南波くんも清田さんも引き続きよろしくお願いします。いですありがとうございます。じゃあ、えっと、南波くん、今日は本当にありがとうございました。とんでもありません。なんこんなんでよかったかなって、なんか、いやいや、めっちゃいいお話です。けど <laughs> ありがとうございました、こちらこそ。 はいじゃあ引き続きねあのー、スタディーツアースタート含めアフリカノートのことを応援いただければと思います南波くんもねお仕事とそれから新婚生活楽しんでください新婚旅行ね <laughs> <laughs> はい楽しんでいきたいと思いますあの拍手もスタンプいただきありがとうございます <laughs> ほっとしました <laughs> 今リアクションもらえてはいですね <laughs> はいじゃあ本日は以上となります皆さんありがとうございましたありがとうございましたランチャーに対しての考え方が 自分の幸せをうまくねればそれで世界は良くなるって信じていたからなるんだけど日本で恵まれてる私たちとか貧しい子どもたちとか世界にいる全ての人たちと共に生きているということをう意識しなければいけない。 国際協力の学部に入ったけど、もうそれから外れたいって思ったりとか、自分もなんか、なんかめっちゃ病んで、なんか何をして生きていくのか考えるのをやめたいとか思っていたんだけど。 なんかでもここに来て確信したのは、その家庭教育にやっちょっと触りたいんだなっていうのを思っていて。まツアーで一番印象に残っているのはなんか本命不正で、なんかママにあんなに愛してもらえた。うん、愛してもらえたと思っているのはすごく嬉しかった。その中にある程度その生き方の軸っていうそういうのはある程度た。まってたから軸になんか新しいものが変わったっていうか。なんかよりなんか。えー